宮古市長の山本正則です。新型コロナウイルス感染症が全国で拡大を続けています。4月16日には全国を対象とする緊急事態宣言が発令されました。宮古市では東日本大震災、平成28年台風第10号、令和元年台風第19号に続く4度目の大災害と捉えています。人命が第一、新型コロナウイルス感染症を防ぐため最大限の危機意識を持って全庁を挙げてあらゆる対策に取り組んでおります。その一つとして保育所や幼稚園、小学校のお子様へのマスク配布の準備などを進めています。感染が疑われる方を診察するため休日休館診療所を発熱外来とし、受け入れ体制の整備を行ってまいります。新型コロナウイルス感染症予防のため今後もより一層対策を強化してまいります。市民の皆様、毎日体温を測り体調管理に努めてください。密閉、密集、密接、3密を避けるようお願いをいたします。マスクの着用、こまめな手洗い、うがい、咳エチケットをお願いします。不要不急の外出を控えるようお願いをいたします。今この時こそ一人一人の心がけが重要です。心一つに市民一丸となってこの難局を乗り越えてまいりましょう。